はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員くつだりょうじでございます。人生に乾杯様、ビオラ紫様のお母様、近藤龍雪様、辰幸様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。情報提供ありました。しつこい勧誘を拒否し続けている方へ、女性なんですけどね、86歳女性統一信者からメールが来まして、こんなメールね、内容がですね、あの世から毎日訪問する、86歳ですんで、最近具合が悪いと、もし私が死んだらあの世から毎日訪問して勧誘するってことなのかな、壺とか売りつけられたりしてるんでしょうか。バゲデデデやるって脅迫ですよね。気持ち悪いな。安倍さんのことで信者たちは少なからず動揺しているみたいであります。このメールからするとね、一気に叩き潰すチャンスですね。あと小耳に挟んだっていうか教えていただいたんですけれども、アノニマスだっけ、アニノマスだっけの日本支部がですね、安倍総理のことで統一教会に対して怒り狂っておると、いろいろやるみたいでありますね。追加情報なんですけれども、このしつこい86歳女性、周囲にですね、あの人は金持ってるから高い人参を勧めるのなどと言ってたそうで、そんなの口説じゃねえよね、なんだかね、天国なんか到底行けそうもない、しつこいやっちゃなーという感想です。統一叩きに動く立憲と共産、どちらも被害対策本部を設置したそうであります。まあ格好だけかもしれませんけど、後ろに貼ってですね、写真撮ってはいおしまいかもしれませんけれどもね、ネットの話、やっと仕事する気になったか、こいつらが初めて国民のために何かやりそう、総価も追加して連立解消を狙え、またプラカードでも作んのか、お内紛か。立憲のコロナ対策本部は何の役にも立たなかったけど、公安調査庁情報なんですけれども、オウム叩き、統一教会叩きは意外と共産党の地方議員が熱心なんですよねって聞いちゃいました。共産党も宗教だもんね、ライバル潰しってことなんですかね。あそこがなかったらうちの信者になってたのに、そんなとこでしょうね。豊島区議会でもですね、公明と共産は険悪でした。どっちも宗教っぽい。内裏たすき選挙違反を初めに糾弾したのは公明党でありました。私が続いたらなんかしんねえけど懲罰委員会かけられちゃって、やりすぎとそうでない加減が難しいな。我々を奴隷か家畜のように思ってる、逆らえば殺されるが無礼な発言つって懲罰委員会かけられましたけれども、いまだにこれのどこが無礼か全然わかんない。その通りですよね。昨日お伝えした官邸前国葬反対集会なんですけれども、国恥のイラストにテレビカメラがあったんで、どっかの局と話ついてんだろうなって思ってたら NHK がニュースにしておりました。こんな感じでね、福島みずほも参加、この人すっかり活動家だな。議員だったら国会で戦えばいいものをな。ネットの話、もちろんだが NHK もお仲間。そうっすね、共産党員ディレクターにいたの、もう分かられちゃってますね。400人じゃあ40人ってことか。平日の昼間からいいご身分だな。どうせジジババだろ。平均年齢70歳超えではみずほも仕方なくやってる感じだな。これで国葬が間違いじゃないってよくわかる。こいつらの反対が正解ってことですね。国葬にしといた方が
外交的コスパいいのを理解しろ。声だけ無駄に大きい少数派、無神経で自己中だから決まったことをねじ曲げようとすると、NHK はテレビで全国ニュースにもしたらしい。やっぱりね、スクランブルデモは意地でも放送しにくせにね、実数は300程度だったそうです、これ当局関係者に聞きました。こいつらにしては森が少ねえな、40人ぐらいを400って言ってるのかなって思いましたけれども、世論を聞けとか叫んでたみたいですけど、お前らこそ世論を見ろだよね。明確に反対してるのは共産社民令和、つまり、の有権者の中で明確に反対なのはこいつらに投票した連中だけでしょ。じゃあ絶対的に少数ってことですよね。まあ左翼は現実がねじ曲がって見えるらしいですから話が通じないですけどね。弔意の強制に反対とかも叫んでたらしいんですけど、松野官房長官は明確に弔いたくない人は弔いたくない人はやらんでええぞ、強制はしない、記者会見でも述べてるんで、これも言いがかりですね。論より大声、嫌がらせ、何癖言いがかりを封じたら何もできない連中ですわ。福島もな、66歳、活動がそろそろきついよな。暑かったり寒かったりしてね、他に人材いないから仕方ない、担ぎ出されるんだろうなって思っておりますけれども、21日、神奈川県議会、哀悼の意を表し、言論及び政治活動の自由を守り、暴力には決して屈しない決議が可決成立したんですけれども、共産党議員は反対したそうであります。暴力には決して屈しないに反対。まあいいんじゃないですか、共産党ってそういう党だしね。暴力での一方的な現状変更を許さないっていうのに賛成しちゃったら、共産党が目指す暴力革命否定することになるんで、反対は当然かなって気がします。本音ではね、革命なんてもう無理だよな。党員も高齢化著しいしな、党員自体が我々は高齢化で武装闘争に耐えられないとかも言っちゃってるし、まあ思っていても建前は崩さないスタイルですかね。むしろ暴力否定に賛成した方が驚きますよ。革命諦めたのがね。昨日お伝えした立憲の小田原市議田原幸太郎白昼陰茎露出事件ですが、祈祷みてえな顔しやがってよ。立憲の豊島区議変死の続報、小堺さんですね、小堺俊人さん、先々月に死亡しておりましたけれども、5月に自殺多分した小堺俊人、豊島区議会議員、政務活動費用料150万って書いてあったんですけど700万に増えました。容疑者死亡のまま書類送検されたそうであります。ネットの反応です。蓮舫だんまり、疑惑は深まった、立憲が立憲された、いつの間にか額がでかくなってる、政治と金は立憲さんの宿題なんだろ、やめても無料で新幹線乗りまくるわ、焼肉屋で脱粉するわ、下半身露出するわ、横領するわで、マジコンしてうんこしてチンコ出して横領して忙しいね。立憲の不祥事は全く騒ぎ立てない5チャンネル、規律が守られん組織ってこんなもんやろというような意見ね。テレビはおろか産経以外の新聞はスルーしておりました。産経独占報道、民放労連と NHK 労組は立憲支持を公言してんで、公正中立な報道など実現しようがない。記事によれば2019年4月、3年3ヶ月前ですね、当選直後から約2年6ヶ月の間横領してたみたいであります。正確にはですね、3年経ってますけど、まあ振り込まれた額2年6ヶ月の時点でおかしいぞってことになって、横領できなくなったらしいんですけど、最初からじゃねえか。豊島区の政務活動費は年間180万円です。月15万円。これ自治体によって額が違います。西東京市に
富永さんっていう議員、いるんですけど、うちなんか月3万ですよって言ってましたね。2.5 年分で450万円。それが3年分で1350万円。そのうち700万円をポッポないないしとったと。入金口座は小堺さんが管理してたとはいえ、佐久間さん、川瀬さんも気がつくよね、当然ね。これは佐久間さん、川瀬さんは立憲の同僚議員ね。佐久間さん、小堺さん死後も嫌ってたようです。ガグがガグですしね。実はメール党員限定の決起集会、参院選決起集会で、何度もご支援いただいている対馬陽子さんには話したことなんですけど、佐久間さんね、小堺さん亡くなった後私に、死んだら終わりだよね。死んだら。って吐き捨てるように言ってたんで、死後も嫌っていた。まあこんなに自分の分もぼったくられたら、憎しみも増すでしょう。政務活動費の用途は厳しく規制されておりまして、例えば事務所家賃、文具、交通費、通信費、これ開放を送る切手代とかですね、広報チラシなどに当てます。厳しくチェックされてるんで変なことできません。用途に合わず支出しなかった分は返却することになってます。私もしてました。つまり領収書出せねえのは返却する。国会議員の文書費みたいにもらいっぱなしってことはできない。それ横領してたってことは嘘の収支報告書を出してたんでしょうね。だって収支を報告できないもんは返さなくちゃいけないことになってんだから。あらららららね。立憲議員の脱粉置き去り事件は静岡じゃなく名古屋だったそうです。間違いました、すいません。豊島区選出の立憲衆議鈴木陽介、区内で何度か話したことあります。が無断でウクライナに行って政府高官なんかの副大臣と会ってきたそうです。1回生のペーペー衆議が何話してきたんだろうな。ウクライナは現在最も厳しいレベル4の退避勧告となっておりまして、自民党あってはならないことだ。立憲党重く受け止める。結果立憲党の役職1ヶ月停止処分だって。ぬるぬるいな。給料返納とか1ヶ月とか明日もしてないんだな。ウクライナって行けるんだ、知らなかったな。てっきり飛行機も止まってるんだと思ってましたけれども、直行便とかなさそうだからポーランド経由とかなのかな。傭兵志願した大東の桜井誠さんも行けるじゃんね、ウクライナ。口だけでなくてなんで行かねえんだろうね。私はウクライナのために戦います、傭兵として志願しますって言ってたのに、行けんじゃんね、鈴木陽介が行けんだったら今でもね。パチンコ倒産ブログさん、鈴木のやったことは越権行為も甚だしい、二重外交になりかねない、と厳しく非難。現地の副大臣と会ってきたいみたいです。会ってきたみたいなんですけど、何話してきたんだか気になりますね。参院選出馬のために私と自民の有里さんが議員辞めちゃうし、小坂井さんは亡くなっちゃうし、あと自民党議員2名辞めちゃうし、なんか公務員にパーティー券売りつけたみたいな話でね。小堺さんはあんなだし、鈴木も報道されるようなことしてね。ここ最近豊島区がなんか急に荒れてんな。飯塚構造の呪いかな。ちょっと思っちゃってオカルトチックになってしまいます。というわけでメール党員様大募集であります。毎日毎日一生懸命書いております。メール党員になるだけであなたの知的レベルがみるみる上昇するのは間違いありませんとなんか怪しくなってきましたけれども、デトックスジャパン